はい、では整理券発券機 CQS257 の顔写真付き整理券の使用方法について説明いたします。顔写真付き整理券は医療施設での呼び出し待ちや商品や預かり荷物の受け渡しなどの場合にお客様を顔写真で確認できるので便利です。今回は顔写真付き整理券を2枚1組で印刷する方法を説明いたします。まず写真撮影機能を有効にします。整理券設定のカメラ設定をタップし、カメラを利用をオンにします。写真の印刷幅で印刷する写真の大きさを変更できます。次に本製品を設置する場所の照明等の明るさに合わせてカメラを調整します。明るい場所ほどガンマを小さくし、暗い場所ほどガンマを大きく設定します。ガンマを変更したら撮影して確認を行い、印刷した写真を確認します。この操作を何回か繰り返して、顔写真の見栄えが良くなるガンマを決めます。ガンマが決まりましたら、前の画面に戻ります。次に2枚1組で印刷するように設定を変更します。印刷設定をタップし、複写印刷をオンにします。これで設定は終了です。最後に実際に発券して確認します。発券ボタンを押して枠に顔を合わせて撮影ボタンをタップします。補足です。図のような配置で本製品を設置すると見栄えの良い顔写真が撮影できます。以上で説明を終わります。